オラーンゴムは、モンゴル国西部の都市で、オブス県の県と、ウブスヌール湖岸の南西 26km、ロシア国境の南 120km に位置し、ハルヒラー山を望む、ウラーンゴムとも表記される。人口は26,319人、23,000人、22,300人で、オブス県全体の28.9%を占める。 チャンドマニとウリアスニヘブの2地区に分けられる。市内にはロシアのトゥバ共和国の総領事館がある。トゥバ共和国の首都クズルにもオブス県の駐在官事務所が置かれている。県庁前に県内の出身で40年以上にわたりモンゴルを率いたユムジャーギリン・セデンバルの像がある。教育、文化機関や研究所が多く、大学と専門学校が各一校。 中学校が5校ある。オランゴムの建設は1686年のこととされる。17世紀後半には穀物のプランテーションが広がっていた。ロシア国境までハイウェイが連絡し、電力もロシア連邦から輸入している。2011年6月、これまでの空港に代わり市外北方にオーランゴム空港が完成、6月26日に供用を開始した。 フンルゲアとアエロモンゴリアがウランバートルビンを就航させている。寒冷なステップ気候で降水量は年間130ミリと非常に少ない。モンゴルでも最も気候の厳しい地方の一つである。ありがとうございます。